次に松岡千尋議員の質問を許可します。松岡議員。一般質問の機会をいただきありがとうございます。それでは通告に従って順次質問をさせていただきます。まず一つ目は枚方市内にある国有地の活用についてです。かねてから葛花園町の国有地活用について求めてきましたが、枚方市内には未使用の国有地がまだ点在をしておりますが、市内未使用の国有地は市は把握をしておられるのか、また処分予定の国有地については市に意見紹介があると聞いておりますが、すべての国有地の情報提供があるのか、情報提供があった場合どのように対応しているのかお尋ねをいたします。2、市民とともに作る市政のあり方について質問をいたします。11月に作成された中学前の教育保育施設に係る枚方プランの作成経過についてお尋ねをいたします。このプランは外部の審議会へたった一度の意見聴取で作成されました。これまで例えば子ども子育て支援事業計画や保育ビジョン策定の際などこのように一度の意見聴取で済ましたことはありません。中学前の教育保育施設の在り方の方向性という市民にとってとても重要な関心事であるプランにおいて、なぜ一度の意見聴取で済ますことになったのかお伺いをいたします。3、市内の幹線道路についてお聞きをいたします。市内の幹線道路については新名神高速道路と都市計画道路牧野高槻線についてお聞きをいたします。まず新名神高速道路については枚方地域における工事として昨年10月から淀川橋工事に、11月からは美濃山西工事に着手をされていますが、その後の工事スケジュールについてお聞きをいたします。また新名神高速道路沿線住民以外の方が枚方地域において進められている工事の進捗状況をどのようにして知ることができるのかお聞きをいたします。4、ベンチのあるまちづくりについて、まずはじめにお尋ねしたいのは、現在策定中の枚方市総合交通計画では、バス停留所にベンチ設置などの項目について記載されています。今後の具体的な計画はあるのかどうかお伺いをいたしまして、私からの1回目の質問を終わります。宮垣財務部長。1、枚方市内にある国有地の活用についてお答えいたします。国から未利用国有地の処分等に先立ち、公的取得等の要望の有無について確認があった場合につきましては、まず町内での情報の共有を図り、活用希望の有無等についての確認を行います。その上で、活用希望があった場合には町内での検討と国との調整を進めていくこととなります。杉浦子ども青少年部長。次に2、市民とともに作る市政のあり方についてのご質問の就学前の教育保育施設に係る枚方プランの作成経過についてお答えいたします。本プランは市として現状における課題を解決するため、今後の就学前の教育保育に係る公立施設の在り方を示すもので、作成にあたりましては本年8月に学識経験者や保育所幼稚園関係者市民公募委員などで構成する社会福祉審議会子ども子育て専門分科会を開催し、プラン案全体をご説明しご意見をいただきました。また分科会開催前に資料を送付し、事前にご意見をいただくとともに、開催後においても2週間ご意見をお伺いする期間を設けるなど、十分にご意見をお聞きすることができたと考えております。松本土木部長。はい。3、市内の幹線道路についてお答えいたします。枚方地域における新名神高速道路の工事スケジュールにつきましては、本年10月から日の上町周辺において淀川東高架橋下部工事、
に着手されており、今年度中には西船橋2丁目から南船橋2丁目付近において擁壁や橋脚、地下構造物を主に構築する枚方工事に着手される予定でございます。新名神高速道路の工事の進捗状況につきましては、八幡橋田辺高槻間の事業進捗情報が掲載された広報誌新名神大阪東だよりが NEXCO 西日本のホームページにおいて定期的に公表されております。次に4、ベンチのある街づくりについてお答えいたします。バス停留所のベンチ設置については、平成18年に不法に置かれた広告付きベンチの一斉撤去を行った後、市民要望に基づき一定の基準を満たした箇所に道路付属物として市の方でベンチ設置を行ってまいりました。また現在策定中の枚方市総合交通計画においては、バス待ち環境の改善としてバス停の上屋やベンチ設置について、大阪府枚方市バス事業者が主体となり、企業や市民と連携した取り組みを進めることとしております。松岡議員。はい、それぞれのご答弁ありがとうございます。それでは順次2回目以降の質問を行っていきます。まずはじめに枚方市内にある国有地の活用についてですが、近畿財務局に尋ねたところ、財務省の通達に従ってすべての未利用国有地の意見紹介を行っているということです。ただしこの間のお話では紹介期限があり、国有地活用はよほどのタイミングが必要なのだと活用しない理由にされてきたのではないでしょうか。しかし中身は浄水場の更新用地としての国有地取得では、平成24年の情報提供から実際の所得まで4年の月日がかかったとお聞きしています。つまり情報提供時に市が活用することの意思表示で一定の考慮はされるということの理解をいたしました。枚方市が真剣に国有地の活用を検討していただいているのか疑問に感じております。例えば大阪市でも保育整備担当職員の方が近畿財務局と直接交渉をし、活用未決定の土地も含めて情報提供を受け、大阪市が法人募集をし新たに保育所設置がされております。枚方市でも介護施設や市民活動の場などもっと行政課題解消のために活用をするべきではないのでしょうか。葛葉花園町にある国家公務員合同宿舎跡地は一般入札が行われるという情報に、周辺住民の方は公共性のあるものをと求めておられます。この国家公務員合同宿舎跡地にかかる活用の進捗状況ですが、平成28年に都市計画制度の活用も視野に入れた売却方法の可能性について検討をしているとの答弁があったところですが、現在の進捗状況をお聞きをいたします。白石部長。はい、これまで本市としましては医療福祉、商業などの生活利便の向上を図る地区計画等の都市計画制度の活用を提案するなど、国と協議を行ってまいりました。国におかれましては、市の提示内容や売却方法について検討されておりますが、この間、新名神高速道路建設工事に伴う送電線の改良工事のため、平成30年11月まで敷地を貸与されていたことから、現時点では具体的な方向性は示されていない状況であり、国有地の売却価格の影響などを踏まえ、検討されている状況です。松岡議員。はい、答弁によると、国は国有地の売却価格が気になっているようですが、近畿財務局は枚方市の地区計画を待っていると住民には説明をされているようです。当該地における地区計画については、他市では都市計画の検討段階において、地元住民自らが地元住民案を作成する方法も取られておりますが、この検討に際して、住民の意見の反映をどのように進めるのかお伺いをいたします。白石部長。はい、地区計画は、市として地区レベルの良好な市街地環境の形成や保全などのために、建築物の規制や公共施設の配置などの詳細な事項を定めるもので、地区内の土地所有者やそのほか地上権利者等の権利者の合意により、市が都市計画を定めることができます。こうしたことから、
花園地区につきましては地区内の土地の所有者であり国の意見を求めて案を作成しなければならないこととなっており、事前に本市と国とが協議を行っているところです。本市が提示しました地区計画において国との協議が整うなど都市計画の手続きを進めることとなった場合については、市が作成した都市計画の案に対して市民等のによる意見書の提出の機会が設けられることとなります。松岡議員。はい、地区計画は土地所有者の合意が必要ということですが、国有地の所有者の合意という意味では周辺住民の思いは最大限考慮すべきです。どのようにその住民の思いを国に届けることができるのか、これは市の力量が問われているのではないでしょうか。できた案の意見を聞くのではなく、地元案作成方法を検討するべきだと求めます。次に市民と共に作る市政の在り方についてです。今回の方法で十分な意見を聞くことができたというのであれば、今後は委員会など必要がなくなっていくのではないでしょうか。また今回のプランの作成は審議会などの議論だけの問題ではなく、市民説明会でも1か所で2回、3か所は数名、保育美女の時は4か所4回でした。4か所の説明会でも決して十分とは言えないと思っておりますが、市民意見はパブリックコメントも含めて、今回は保育と幼児教育との2分野にかかる契約であるのに35名、ビジョンの時は61名が意見を寄せていただいております。このことからも市民意見を十分に聞いたとは決して言えません。では次に、今回の子育て教育にかかる問題に限らずに、枚方市は市民と共に作っていく、市民の声を聞く、こうした考えに沿った行政になっているのかということです。平成29年度の枚方市における審議会等の設置件数と、そのうち市民公募枠を設けていない件数についてお聞きをいたします。佐藤理事。地方自治法に基づき市長の付属機関として置くことができるとされている審議会等の設置件数は平成30年3月31日現在で84件ございます。また委員の構成に市民公募枠を設けていない審議会等の件数は71件でございます。松岡議員。はい、市民公募枠を設けていない審議会などが84件中71件と8割を超えているというのは非常に高い数字です。例えば豊中市では審議会等委員の選任に関する指針において選任基準の一つに市民公募を明記をし、特定の場合を除き市民公募に努めることが規定されており、ホームページで示された数を確認をしてみますと、市民委員を公募していない審議会等の割合は5割弱にとどまっています。枚方市では市民公募枠を置くことについて定めているものがあるのかお聞きをいたします。佐藤理事。委員の構成につきましては、市民をはじめ幅広い立場や見地からのご意見をお聞きし、公平で透明性のある審議が確保されるよう、その構成を協議する町内会議の場におきまして、審議事項や求められる専門性や観点などを踏まえて決定しているところでございます。そうした過程におきまして市民委員としての視点が必要と判断した審議会等について市民公募枠を設けているところでございます。松岡議員。はい、つまり市民公募に関する規定も、特に、ない中で決めてこられたようです。市長の諮問に応じ調査審議し答申する付属機関の役割や設置の意義を考えますと、市民公募枠を設けている割合が2割に満たないということには疑問を感じます。検討に際して一定の基準を定める必要があると思うのですが、お考えをお聞きをいたします。佐藤理事。審議会等の委員の構成につきましては、一律の基準ということではなく、審議事項や求められる専門性や観点なども踏まえる必要があります。その上で市民委員の必要性も含め適正に審議決定を図っているところでございます。松岡議員。はい、市民意見を適正に取り入れておられるということですが、今の現状を議会側から見ていると、パブリックコメントの結果がゼロ件でも進める、これまでの結果で年末電子ではコメントが集まりにくいことは明らかなのに、何の配慮もせずに行う、
コメント期間は20日では短いのではと意見をすると、20日以上の規定となっているので問題ないとおっしゃる。さらに理解周知を進めるための市民説明会も必要ないという、もうあまりにもこれではスケジュール優先になってそれが許されるという前兆的な風紀が作られてきていると見えます。改めて市民の意見や市民の声をどのように考えているのでしょうか。ここはぜひ市長の思いをお聞かせください。伏見市長。市民の皆様から市政に対するご意見ご要望をいただくことは重要なことであると認識しております。松岡議員。はい、重要だという市長の思いを今後も職員の皆さんや市民の皆さんにもしっかりと理解してもらえるよう基準などを定めることを求めます。次に市内の幹線道路についてですが、まず日の上町の工事説明会に参加をさせていただきましたが、私が最も驚いたのはこの日の上町にはこれまで一度もネクスコが説明会を開催してこなかったということです。住民の皆さんにしてみれば、工事説明よりもまずは一体どういう計画なのか、これまで日の上の住民の声一切聞かずに来たのはなぜなのか、このことに大変お怒りでした。結局は市は丁寧、住民に丁寧な説明をとこの間言いながらも決してそうはなっていなかったということです。本来は枚方市とネクスコ自身が自ら会場を取って地域に案内チラシも配布して地域ごとに説明会を開催をしていくべきです。しかも工事進捗状況はホームページを見ようですので、パソコンを使えない方は知りたくても情報の受け取りようがないのです。こんな無責任なことはないと思います。大きな公共工事が枚方市で行われているわけです。市民周知のために定期的に広報枚方などに掲載するべきだと求めます。ところで今年度中に工事着手が予定されている枚方工事の中には船橋本町に設置予定の換気塔の工事が含まれているのかお尋ねをいたします。また初代北町に設置される排水避難建て工について設計がどこまで進んでいるのかお聞きをいたします。松本部長。はい、枚方工事には船橋本町に設置する換気所の地下構造物の工事は含まれておりますが、換気塔の工事は含まれておりません。換気塔につきましては今後基本設計を実施する予定であるとネクスコ西日本に確認しております。初代北町に設置される排水避難建て工につきましては今後詳細設計を実施する予定であるとネクスコ西日本に確認しております。松岡議員。はい、いずれも基本設計や詳細設計に入っているようですが、桜がきれいな船橋川緑地に設置される計画の換気塔や初代北中学校グランドに隣接する排水避難建て工は工事再開当初にイメージで示されたままで、一体どんな構造のものなのかどうなっているのかは全くわからないままです。変更ができなくなってからの説明ではなく事前の説明を求めます。次に牧野高槻線についてお聞きをいたします。大阪府下の自動車交通量は減っていくと予想されておりますが、牧野高槻線開通後当該路線と不動京都森口線の交通量がどの程度になると予測をされているのかお聞きをいたします。また平成28年4月に開催された国土交通委員会におきまして、牧野高槻線とアクセス道路の事業費が100億円を大きく上回るとの答弁がされておりますが、これほどの事業費が必要となるのであれば費用対効果の面から必要性は乏しいのではないかと私は考えますが、枚方市の見解をお伺いいたします。松本部長。はい、牧野高槻線開通後の予測交通量につきましては、大阪府が実施した将来推計結果によると平成42年の将来予測交通量として牧野高槻線が約3万台、不動京都森口線の接続部分付近が約4万台と予測されております。牧野高槻線の必要性につきましては、平成25年度に本市において実施した淀川渡河橋の検討において整備の結果として、走行時間の短縮や走行経費の減少、交通事故の減少を便益として算出し、年間約230億円の総便益額を予測しております。また牧野高槻線のメリットとして新名神高速道路へのアクセス強化や
市内南西部の渋滞緩和、また災害時における近隣市との連携、交流機会の拡大などが期待されていることから、本市にとりまして大変重要な路線であると考えております。松岡議員。はい、まずは交通、まずは予測の交通量ですが、なぜこの区間だけが大幅な増加予測となってしまうのでしょうか。このあたりの理解がしづらい状況で、住民から見てみれば道路整備ありきで無理に増加予測が作られているのではないかという意見になってしまうわけです。さらに答弁では年間便益が約230億円だということですが、この予測によれば西牧の地域がマイナス便益を最も大きく背負うことになります。最も環境面において影響を及ぼす西牧の地域に対して、市としてこの影響をどのように考えておられるのかお尋ねをいたします。松本部長。総合的に考えますと、枚方市内全域のですね、便益は上がるというふうには考えております。西牧の地区においてはですね、交通渋滞と考えられますが、その分についてはまたいろいろ調査をしてですね、その辺の対策は練っていきたいというふうには考えております。松岡議員。はい、対策を、講じていくということですが、環境影響の、対策なんですけれども、環境基準を、決して、基準にしていくということではなくて、今の環境を基本にした対策でなければ、当然これ認めることはできません。そもそも税の使い方として、高齢化社会の中で従来的な道路整備ではなく、公共交通の充実などに限られた予算を割くべきだとのご批判届いています。もっと市民との議論が必要だと申し上げます。最後にベンチのあるまちづくりについてです。今後さらにバス停の上屋やベンチ設置の取り組みが進められるということです。ベンチなどの設置は住民合意も必要なのでしょうが、乗降数が少ないバス停も便数が少なく、バス待ち時間も長くなる可能性がありますので、そうしたこともぜひ配慮をしていただくようお願いをいたします。次にバス停の以外の場所についてです。先日は高齢の方から家から歩いて葛葉駅前に買い物に行ってもベンチも少なく買い物に行きにくいとご意見いただいております。また牧野北団地の方からは牧野駅行きのバスが全くなくなり、歩けない人はタクシーで、少し歩ける人でもここから牧野駅までは遠くて歩けないという声でした。実際に個人の土地にある高さがちょうど良いブロックは多くの方の腰掛け場になっております。高齢の方が歩いてお出かけすることは、先日の厚生常任委員会でも副市長も自宅から出かけることが健康寿命の延伸のために重要だとも言われておりました。例えば神戸市では優しい道づくりとして、高齢者の休憩需要の多い地域、坂道の多い地域、医療施設周辺、それらを結ぶ経路などに休憩滞留、にぎわい創出交流と捉え、ベンチ整備を進めておられます。超高齢化社会を迎える中で、市内各所でこうした取り組みも必要だと思うのですが、見解をお尋ねいたします。また現在京都森口線は一部車道拡幅工事が計画されております。この整備時には随所に少し腰を下ろすことができるようなスペースの確保を、市としても大阪府に求めていくことはできないのかお尋ねをいたします。松本部長。はい、現在ポケットパークなどを整備する際にベンチ設置を行っておりますが、それ以外においては基本的に道路上には、ベンチは設置しておりません。今後においては、道路空間の再配分など、今ある道路の使い方などを地域とともに考えていく中での検討項目の一つとして認識しており、移動や外出の促進を図る交通まちづくりを推進する中で、大阪府とも情報共有を図ってまいります。松岡議員。はい、今後大阪府とも情報共有を図っていくんだとのことです。そもそも今ある計画の京都森口線の整備は、車の交通量が今後増加することを理由に歩道を削って車道に変えてしまおうという車優先の考え方です。総合交通計画では、市民アンケートで望む交通対策は、人が快適に移動しやすい環境の整備を最も多く望まれておりました。この計画自体が歩行者を優先にと望む市民のニーズに合っておらず、府にしっかりと対応を求め、市として社会変化に対応した交通対策にベンチ機能などを加えるべきだと申し上げて、私からの質問を終わります。
これにて松岡千尋議員の質問を終結します。